タモリです。本日はですね、こちらになります。ジャババーン。こちらがですね、ダイソーで購入できる指輪なんかをね、こうやって挟んで置いておくジュエリースタンドみたいな感じだと思うんですけども、このね、間に残念ながら私指輪を一個も持ってないので、それをね、再現できないんですが、そういうものだと思います。コスメコーナーにあって、ジュエリーボックスと同じコーナーにあったので、そうだと思うんですね。このこちらにですね、こちら、このギターのピックあるじゃないですか。このギターのピックって、こうね、そのまま置いとくと、なかなか取れなかったりするじゃないですか。それでね、こうやってバラバラ床に置いといてもね、邪魔になりますし、もう、収集つかないじゃないですか。あとギターにね、挟んでおいても、スルッと抜けたりね、原稿なんかが高かったりすると、スルッと抜けたり、ギターをね、持ち帰った時なんかに、あ、こっちのピックないやっていう時にね、わざわざピックをね、どこかから取り出してっていうね、煩わしさがなくなるような、画期的なね、アイテムかなと思うんですね。こうやって、立てられるんですよ。これすごくいいですよ。こうやってね、互い違いにしとくと取りやすいですしね。いつもね、私はこうやってピックをこうやって収納して、で、見た目もなんかね、ちょっとプロ仕様っぽくていいでしょ？で、こちらなんですけども、原稿調整するこのゲージとかあるじゃないですか。こういうゲージなんかをこのようにね、収納しておいて、と同時にこの六角レンチなんかもこの辺に立てかけとくとすごく作業性が上がりますし、インテリアとしてもなんかね、ちょっと見た目いいかなと思うんですね。もちろんね、ティアドロップ型のピックだけじゃなくて、おにぎり型もいけるかと思います。そしてもう一つ、こちら、クリップのね、チューナーあると思うんですけども、こちらもこのように挟んでこうやってね置いとけるので、なんかいいでしょ。これがあればね、もうギターを肩にかけてどれ弾くぞって言ってね、チューナーを取り出して弦高調整して、またチューナーでねチューニング合わせて、それで六角レンチでね作業して、でいざねピックを持って弾きますみたいな感じができるので、すごくねいいアイテムじゃないかと思い購入してみました。本日はダイソーで購入できますエレキギターとかね、フォークギター、ベースギターでももちろんね使えるダイソーのジュエリースタンドを紹介させていただきました。それでは次回の動画まで、バイバイ。